それぞれ、まあ、耳の穴も穴の大きさも違うし、ポケットのですねイヤーピースもこれもね相当悩んだんです。イヤーピースはあと素材もねいくつか種類があります。はい、どうももじゃもじゃでございます。ということでですね、今回なんですけども、前回ねポケットの話をしたんですけど、まあ、ポケットってちょっと耳にねつけるタイプなんですけど、やっぱ質問が多かったのがこのイヤーピースについて結構質問が多かったんですよ。で今も実際 Facebook とかでも聞かれるのが、このイヤーピースってきちんとつけるのにどうしたらいいのみたいな話があったので、以前もじゃもじゃもねとしさんと一緒にこのクリアネスイヤホンっていうのね作らせてもらってますけども、これもうだいぶ前でも完売しちゃったんですけど、この時もイヤーピースに関してはすごい悩みました。で、なんでかって言うとやっぱ人それぞれ、まあ、耳の穴も穴の大きさも違うし、まあ、この辺の懐の大きさもちょっと違うんですよね。それによって非常につけるの難しいっていう部分があったので、なので今日は、まあ、素材とかの説明とかですね、種類によってっていう部分と、イヤーピースをどういうふうに選んでいるのかっていうね、もじゃもじゃのお話をさせていただきますので、どうぞ最後まで見ていただいて、イヤーピース選定の参考にしていただければなと思いますので、最後まで動画よろしくお願いします。もじゃもじゃ、まずポケットのですねイヤーピースもこれもね相当悩んだんです。これシングルタイプって言うんですけども、まあ、通常ねよく皆さんがやるタイプなんですけど、これキノコの頭みたいなのが一つあってっていう形になってますね。で通常これをイヤホンのこのノズルのとこにプスッとこう刺してやる感じになると思いますけど、このノズルのとこね、ここにイヤーピースをピッとねこういうふうにつけてこういう形でやると思います。まあ、サイズがいくつかあるのでさ、あの外したりとかしてやられてると思いますけども、この種類もいろいろあるんですけど、まずこれシングルっていうタイプですね。これが一つのタイプ、これ傘がね一つのタイプなんですけど、実はこうダブルっていうのもあります。でこれはダブルっていうタイプで、傘が2つあるタイプなんですね。こういう感じで2つついてます。でこれがダブルで、もうちょっと今日はトリプル持ってこなかったんですけど、実は3つもあります。でいろいろやったんですけど、このダブルは実はあの以前トシ師匠と一緒に作ったこのクリアネスイヤホンっていうねイヤホン作る時もピースはめちゃくちゃ悩んだんですよ。で結果行き着いたのがその時はダブルでした。このダブルのイヤーピースをクリアネスイヤホンに関してはつけたという形なんですね。で今回は音楽用ではないのでいろいろ悩んで、行き着いたところなんですけど、これねちょっと近づいてほしいんですけど、まあ、ダブルのタイプなんですけど、ちょっと見ていただくと分かるんですけど、これ丸なんですよね。ダブルの方はね丸っぽいんです。で楕円なんですね。これね実は丸じゃないんですよ。耳の穴って実はまん丸じゃないんですよ。で人それぞれ、やっぱ形があって、今のトレンドで言うと結構まん丸っていうよりはもうその楕円がっていう話があって、で補聴器なんかも実はピースは楕円が、まあ、流行ってるって話を聞いたので、楕円ピースをあの探したんですよね。で楕円ピースで一旦シングルにしました。でなぜかというと、こうダブルってちょっと長いじゃないですか。これがこの寸法がちょっと長いので、ちょっと収まらない人も中にはやっぱりいるっていう形があったんで、万人に使えるものにしようかなっていう形で楕円のシングルピースっていう形にしたのが、まずこのポケットで選定した形の流れになります。なので、一旦今入ってるのはこの楕円のシングルピースの SML が入ってますの で M はもともともうこれについてますので、ここでちょっと小さいかな大きいかなっていう形でこの M か S か L に変えていただくっていう形になります。でそれってもともとイヤホン使ってて、例えばダブルをよく使ってるんだとかいう形があったら、あのイヤホンと同じピースが使えますから、イヤーピースが使えるので、おそらくそれを使った方が合うと思います。なのであのポケットだけどももともとイヤホン使ってたので、そのイヤーピースが良ければ今実際イヤホン使ってるピースを入れた方がいいかなと思いますので、まあ、ここを参考にしていただければなと思います。はい、もじゃもじゃ、今度は選び方、選定の仕方ですねの部分のお話をするとですね、大体、まあ、M ですね。 M を中間、まずは選び、あの入ってるので M から探っていくんですけど、
難しいのが耳って自分の耳見えないじゃないですか。でどんな感じで入ってるのか分かんないんですよ。で感覚値、あのこの辺かなとかっていう感覚でしかないので、大体皆さん適当にやってるんですね。でほとんどの人が入れてるのが浅いです。要は手前で止まっちゃってる。でそれが何で起きるかというと、大きいんですよね。大きいサイズのものピースを、イヤーピースを選んでしまって、で入れる、入れてるんだけど合ってないから、このゴムってどうしても弾力があるので、その弾力によって耳の穴からこう外に出ようとしちゃう。なので結局合ってないので、入れた時はいいんだけど、なんか例えばこう音楽のこうスマホ操作してる時とか、ちょっとこっち向いたりとか、例えばなんかこう食べながらとかってしてると、顎関節が動くので、その動きによって合ってないので、イヤピースが外にこう出てきちゃうんですよね。でそれでスカスカになる。結局ちょっとずれて外に出ると隙間が空くので、音質も変わるんですよ。なんか低音が全然効いてない感じになっちゃったりとか、なんかスカスカしたような音になって、で音も結局隙間が空くので小さくなったような感じになるので、結局またボリュームを上げるっていう形でこう悪循環になるので、きちんとこの合う、ここで固定して止まるっていう形のものを見つけていただきたいなと思ってます。なので一番は入れて、今もう Bluetooth ですかね、 TWS っていうイヤホンが多いと思いますけど、こう動かしながら何かやっていくうちにすぐ緩んでポロッと落ちるっていうのは、これも合ってないので、なのでそれはもう合ってないと見なしてください。もにゃもにゃ。イヤーピースはあと素材もね、いくつか種類があります。まあ、大きく分けると2つですね。このウレタンフォームっていうね、あのよくある低反発のやつですね。こう耳栓でもありますけど、一回こう縮めといて中にシュッと入れて、そうするとだん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 こう膨らんできてこう固定されるっていう形が、これウレタンフォームタイプ。これホームページからちょっと引用してますけど、低反発素材を用いたイヤピースですと。で、押しつぶしてから耳に入れることで、耳の中の元の耳の中で元の形状に戻ろうとして、より優れたフィット感を得られるのが特徴と。でしっかりと耳にフィットするので、密閉感と遮音性の高さも向上しますと。で周囲の騒音をなるべく排除したい時や、音漏れが気になるシーンなどにも便利ですと。でまたサウンドが低音寄りになる傾向があるので、低音の量感を増やしたい方にもおすすめですということで書いてあるんですけど、一方でシリコンタイプと比較して耐久性が低いと。で確かに1年、まあ、2年ぐらい使ってるとちょっとこう剥がれてきちゃうというか、ポロポロなってくる形にもあるので、低い点がデメリットと、あとは水洗いがねできません。やっぱりスポンジなので、ウレタンなので、定期的に新しいものに交換するっていうことが必要ということで、これがウレタンフォーム系です。でもう一つあるのがシリコンタイプっていう形で、さっき の, あのピースもイヤーピースもシリコンですね。でシリコンタイプは文字通りシリコン素材で作られているイヤーピースです。一般的にカナル型イヤホンに付属しているタイプや、サイズ、カラー、形状の異なるさまざまなモデルがあると、さっきねお話しましたけども、あると。でウレタンフォームとは、異なり、耐水性が高いので気軽に水洗いができると。でアルコールとかでもね、あの掃除することもできると思います。まあ、清潔な状態を保ちながら長く使用可能ですと。ただしサイズや形状が耳に合っていないとうまくフィットせずね、言ってましたけど、音質も低下にも、音質の低下にもつながるので注意が必要と。でサイズ感やフィット感も合わせてチェックしてみてくださいという形で、まあ、大きく分けると素材に関してはこの2つがあると。でやっぱりさっきねポイントっていうか、あの注意点の話もありましたけども、で、まあ、シリコンに関してはやっぱり形状が合うのが難しいっていう、しかしながら、まあ、ウレタンはまあ合わせやすいっていう形だけども、耐久性が悪いっていう形なので、まあ、この辺はもう、一度フィット感です。でどうなんだろうな、こう自分は意外と圧がある方がいいんですよ。なんかスカスカしてるとなんかこう外れちゃいそうな気になるので、ある程度この耳の中で圧がある方が自分は好きなんです。でプラス低音がね、さっきも書いてありましたけど、低音が出た方がなんか音楽とか聴いてるのにすごく聴いた感があってバシッとくるので、低音を好きなのでウレタンか、もしくはもうサイズをきちんと合わせてやってる形になってます。もにゃもにゃ。はい、ということでですね、このイヤーピース意外と奥が深いです。これはもう自分の感覚値になるけども、まずはいくつかあるので3つちゃんと
調べてみると、つけてみると、でそれで一番ベストなものを選んでいただくっていう形にしていただければと思いますので、よろしくお願いしますということで、きちんとした、イヤーピースのフィットはいい音楽につながるぜということで、今回の動画終わりたいと思いますので、動画面白いなと、ためになったなと思ったら、グッドボタンいただいて、チャンネル登録の方もよろしくお願いしますということで、じゃあ次のまた動画で会いましょう。お楽しみに。ちょっと待って。